薬品が戻りましたらご連絡を差し上げますので、はい、はい、申し訳ございません。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。失礼します。こんにちは、ウイマイです。今ね、ちょっと電話のやり取りをソニーさんとしてたんですけど、昨日のね Vlog で G マスターレンズ 16mm、35mm がね故障しましたという話をしたんですけど、まあ、今修理の見積もりをね出してもらって、修理をどうするかっていう判断をね自分が保留している状態にあったんですけど、まあ今朝ちょっと電話して、やっぱりね修理をせずに未修理返却を、お願いしました。でまあ理由としてはね、昨日も言ってるんですけど、まあ、ちょっとねやっぱ修理金額がちょっと高めだったのと、まあ、そこまでしてなんかこのレンズを再び使うっていうのがねちょっと今なんか難しいというか、安心してそれでも使えなさそうっていう、まあ、精神状態にあるので、まあ、それよりは他のレンズを検討したりだとか、一応16mm から 20mm ぐらいまでは使えてたので、まあ、今回帰ってきた時にねそれが悪化してないかっていうちょっと不安もどっかにあるんですけど、そうね、帰ってきた時にその送った時の状況のままでいてくれたら 16mm からね 20mm ぐらいまでは一応は使えてたりしたので、それをねちょっと様子を見ながら、でそれでもダメそうだったら、まあ、レンタルしたりとか、もしくはまあ新しいねレンズを購入検討するっていう方向にね持っていこうかなと思っています。新しいねレンズってなったらね、一番やっぱりいいなと狙ってるレンズは 16mm35mm のね F2.8 同士の G マスターレンズバージョン2ですかね。これがね一番の狙いではあるんですけど、まあ、それが発売日がねいつになるかちょっとわからないということで、で今まだね発売はされてないんですけど、まあ近々発売されるんじゃないかって言われてるタムロンのね 17mm28mm のジェネレーション2バージョン、これもね、まあ、今年中に発売されるとかそういう噂もね結構出てるので、 28mm75mm のね進化版と、まあ、似たような感じの進化だとは思うんですけど、まあフォーカスが速くなったりだとか外観の変更もねちょっとあるとは思うんですけど、まあ、このレンズをね使ってみるのもいいのかなとかちょっと考えたりしています。タムロンはね今使ってるこのレンズがね 28mm75mm のね、これはジェネレーション1バージョンなんですけど、特に私は今のところまあ、不満もなく使えているので試してもいいのかななんて思ってます。でまあ確実に 16mm35mm の G マスターレンズよりは軽くなるし、やっぱ軽いレンズでねお出かけしたいっていうのは常にねあることなので、ちょっとね試してみようかなっていう、うん、でまあレンタルもねタムロンちょっと考えてもいいかなと、この間ねシグマの話もしたんですけど、まあその前準備というかとして、まあ、一度タムロンのね1728ね、まあ、今の現行バージョンをちょっと試してなんか検討するのもいいのかなって思ったりもしています、というふうに至りました。結構コメント欄に17万エグすぎるみたいなねコメントとか結構あるんですけど、私もね本当にそう思います本当にね予想外でした。とりあえずね広角ズームレンズ、次ね何するかっていうのを、まあ、ちょっと考えながら、まあ返却されるレンズをちょっと待ってね様子見たりとかいろいろしてみたいと思います。電化製品がね壊れる時期っていうのはちょっともう予測ができないので、あんまり私的には良くないタイミングで壊れたなっていう感じはありますけど、これも何かのタイミングなのか、これからはまあしばらくの間はねこの今使っているタムロンの 28-75mm ね、このレンズをねちょっと使い倒していこうかなと思っています。今ねこういう風に、まあ、設置する分にはね全然いいんですよね。まあ、若干 16mm35mm の広角のレンズに比べたらオンボードマイクだとちょっとマイクから自分が遠ざかってしまうので、まあ、声が聞こえてるか、まあ、聞こえてるとは思うんですけど、まあ、少し届きにくくなるのかなと思いますけど、でもねやっぱり手持ちがちょっと難しいというか、このねカメラを手持ちにすると結構今種類の三脚で結構身長が高い三脚なんで、まあ、これくらいね話すことはできますけど、まあ、実用的に使うのはこの三脚じゃなくてこの三脚マンティスポットプロっていうね三脚なんですけど、これを Vlog 撮影の時とかね外に行く時は持っていくので、まあこれちょっと今頑張ってますけど手をね若干曲がってるぐらいでこんな感じですね。でこれ今アクティブ手ブレ補正入ってないので、アクティブ手ブレ補正入れるとねやっぱこうなっちゃうんですよね、さらに狭くなる、うん、で一応このね
三脚遠くに離せるモードがあるんですけど、ちょっとそれに変えて撮ってみます。このモードですね。これでやると多少まあ伸びはするけど、でもやっぱり手がきついですね。ちょっと結構無理ありますけど、両手で持ったらいけんことはないかな。はい、こんな感じで Vlog をちょっとやっていきたいと思います。まあ、ということで、最後にね、あの 16mm35mm で撮れた映像があるんですけど、まあ、それをちょっと流してしばらくの間、まあしばらくというか、もうそれがお別れ動画になる可能性もありますけど、まあ、それを最後にね、まあ、新しいレンズとかにねちょっと切り替えてなんか行く方向でね考えていけたらと思います。すごい、どこの修理でやってるなんかとんかつレストラン、なんか入れ方が分かんなくて、ノンアルコールスパークリングワインだし、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ありがとうございます。美味しい、美味しい。これがヒレカツサンドで、この4つの種類のとんかつがあって、リブロース、肩ロース、ランプカツ、シャトーブリアン、ささみカツが入ってる5種類。シャトーブリアン、これが島らっきょうの脂味噌煮、きび丸ソーセージ、これがドゥルバカシ。どれがシャトーブリアンなんだ、わかるかな。多分これだと思う、3つしか入ってない。ヒレ、これもそうじゃない、一緒なのじゃん。これがリブっぽいね。豚のシャトーブリアンってあるんだ。あるよ。ハッピーバースデートゥーユー。美味しそう。いちごがすごいね。そう、え、しかもマンゴーもいる。そう、うわー、いちごを少し減らしてマンゴーにしてもらった。すごい、そんなことできるの？できる。断面が美しい。今日はコザのちょっと昔のアーケードというか、まあ、銀天街を探索中。じゃん、沖縄のお菓子じゃないこれ。これなんていうの、コーガーシーだったっけ。違う、違うね。これなんだろう、うん、これ自分結構好きなんだよね。帰りはチャタンに来てみた。夜のね、今11時ぐらいなんで静かですね。年中クリスマス。